下丸子駅は、東京都大田区下丸子3丁目にある、東急電鉄東急多摩川線の駅である。駅番号は TM04。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。多摩川方面ホーム、蒲田方面ホームにそれぞれ改札がある。かつては構内踏切があり、改札内での両ホームの往来が可能であったが、踏切廃止後は往来不能となった。駅務室は多摩川方面ホームに、トイレは蒲田方面ホームにある。自動改札機と自動清算機が設置されている。当駅南側で本線から事業用車両の留置線が分岐している。2020年度の1日平均乗降人員は 27,087 人である。東急多摩川線の途中駅では最多。周辺のマンション建設などにより増加傾向にある。また、ガス橋周辺は大規模企業本社や企業施設などがあるため、通勤時間帯は乗降ともに多い。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は下記の通り。かつては渋33系統、後の森10系統が経由する下丸子駅前バス停が設置されていたが、1990年代前半に廃止された。さらに駅近くのガス橋通り沿いには1978年12月まで下丸子折り返し所バス停が設置され、東急バス、川崎営業所による川65系統や川の例に系統が運行されていた。駅所在地が丸子層の一部であったことと、開業当時の所在地が荏原郡、矢口村、大字市下丸子であったことに由来する。2007年に多摩川アートラインプロジェクトが実施され、以下のアートが施されている。ありがとうございます。